聞いたら損する。海外の人には通用しないんじゃないですか。そうなんですかね。海外ってそういう怖い話ってするのかな。なんか海外って幽霊の話というか、どちらかというとモンスターに近くなっていく気がする。確かに確かに。でこうもう実害として襲ってくるみたいな。っていうか宗教観の違いもありますね。そう言われるとね。確かに。日本ってね、なんか実害はないけど、もう不気味みたいなところでこう怖いじゃないですか。で海外のホラー映画とかも。やっぱり音とかうわーみたいなので怖がらせるけど、うんうん、日本はなんかあれ今のシーンなんか映ってなかったみたいな、なんかね、なんでしょうね、違和感。確かにジャパニーズホラーってどっちかとそっちですね、うん、話し方もそういうのを多分感じさせるんでしょうね。あ、うん、確かに。海外はじゃないのかな、怖い話。なんかちょっとジョーク混ぜりですよね。ジョーク混ぜりというか、なんだろうな、ちょっとひねってるというか。あ、アメリカンジョーク的になってんの、うん、なんだろうな。あんまでも、うん、外国の方とそういう話はしたことがない。したことない、うん、一回聞いてみたいね、うん、こう、あれですかね、神道が日本にはあるから、その神をこう八百万の神を信じるっていうのがあるから、それと仏教とかみたいな、その一神道じゃないとかなんかあるんですかね。うーん、そもそも幽霊って概念が結構曖昧ですもんね。曖昧ですね。これがキリスト教に、ね、うん、中には出てこないでしょ。幽霊っていう存在って出てくるのかな。ゴースト、うん、ゴーストってそうか、出てくるのか。多分あれなんですよね、こう多分ですけど、死者とい う, そうか、ゾンビみたいなもんかのくくりじゃないですか。あ、で僕らはその幽霊というのも死者じゃない、何か超越してしまった存在だから、うんうん、不気味な存在なんじゃないですかね、うん。あ、確かにそうかもしれない、うん、で死者だとモンスター化しやすいけど、そういうものではない、何かに、うん、何かっていう、こうぼかされてるとか、日本は怖いんでしょうね。あ、沖縄のこういう怪談、はいはい、まあ、もう見たことないですけど、沖縄の怖い話とかって映画とかもあったりするじゃないですか、うん、はい、まあ、やっぱり内地のものとはちょっと違います。内地どうなんですか。まあ、まず一応戦争があったっていう括りから話は多いですよね、多分。あ、なるほどなるほどなるほど。それでバリエーションも多いかもしれない、ね、意外とありますよね、沖縄の特有の、うん、逆立ち女でしたっけ、うん、なんかね、何それ、いろいろ、いろいろありますよ。え、それ昔なんかこう人権面とか、人権面、あ、まあ、そういう人面権、そういうなんか口裂け女とか、そういう類の、そういう系、そう、それもやっぱりちょっとモンスターに近いじゃないですか、うん、モンスターに近い、うん、はちょっと、うん、あの怪獣、全然話変わるんですけど、怪獣っていう言葉がアメリカではそのまま怪獣になってて、うん、モンスターとは違う存在らしいんですよね。だから、なんかそういう違いあるんでしょうね。幽霊とゴーストの違いとかも。モンスターは怪獣ではないんだな。うん、なんか違うっぽいんですよ。なんか分かるようで分かんないな。うん、怪獣の、元祖であるゴジラは、うん、あれは、あの原爆が生んだモンスター、うん、まあ、怪獣で、こう災害とかの象徴になってるんですよね、うんうん、で、多分象徴なんですよ。何かこう自然なことが起きるっていう、うん、今回シン・ゴジラってやったのも、うん、あれも震災の象徴として描いているとか、ウルトラマンって仏様の顔がベースになってるとか、うん、なんかそういうこう、あの日本人が心のどこかで信じているものの象徴として描いている、うん、でもアメリカとかだとこう優勢からやってきたエイリアンとか、うん、なんか別の生き物として捉えてるのかもしれないですね。あ、別の生き物なんですね。確かにゴジラにあれですよね、生物学的なと言ったらいいのか分かんないですけど、うん、そういう裏付けってあんま作られてないですもんね。そうですね。これは一体何が突然変異したとか、うん、あ、それってあるんですかね。最初のゴジラとかは、あ、シンゴジラか、なんかその、うん、海に捨てたウランを食った生物がみたいな話をなんかしてたんですけど、多分それ第一かな。第一かな。なんかシンゴジラはあれですもんね、博士が作ってますもんね。シンゴジラは、シンゴジラは違うんですよ。なんかゴジラっていう漢字の当て字があって、その昔古来からいる何かそういう魔物みたいな扱い
だった気がするんですよね。いやでもなんかどうなんだろうな、その生き物として捉えられてない描き方が、うん、っていうのは確かにそうかなとちょっと思ったりしたんですよね。ちょっとどこか神格化されているとモスラにしてもキングギドラにしてもどこか神格化されているところがあるから、なんかあの絶対的な存在として怖いとか、うん、でも存在がちょっと畏怖の念みたいなのがあるんですけど、それモンスターと違うの？モンスターなんか倒せる対象になってるんじゃないですか。おなるほどね、うん、ドラキュラとか、うん、ドラキュラ違うかサイズ感もあるんじゃないですか。サイズ感も確かにある、うん、でかいからね、怪獣ってでかいですね。でかい。でもちょっと思い出したのリングとかジュオンとか、うん、やっぱあのハリウッド映画化されてて、うん、あれはやっぱ怖いとされてるんですよね、うん、だから日本の怪談話は、海外でもやっぱ通用する。でゴジラもあのアメリカに行ってるように日本のそういう概念、うん、何かよくわからないものに引き寄せられるっていうのは、うん、多分どこでも受けるかもしれないですね。うーんそうか、うん、あるけなかったけどわかるって思われたってことなんですかね、うん、なんかねこの暗闇見てたらなんかこうやってカリカリしてそうな感じがしたりするじゃないですか、はいはいはい、あの人が、はい、分かるこれ、まあまあ、脳内で勝手に作っていく、そうそう、壁のこっちだけか顔半分見せてこう指でカリカリしてるみたいなねまあこれはでもあれか、どっちかというとそういうのよく見てきたから定番として頭の中にあるだけなのかもしれないけど、うん、デザインですよね多分ね。あの神社とかのデザインあるじゃないですか、うん、あの紙で雷をなんか縄が木とかに結ばれてて、うんうん、でそのちょっと前3本ぐらいこうギザギザの白い紙で雷を出してるみたいな、あれは全くわからない外国人でもこの先には行ってはいけないんだなっていうのを感じるらしいですよね。結界みたいな、はい、あそうなんかね、その神、多分それって神道ですよね、はいはい、まあ、こういうのでその神道の話ってあんまり知らないのに 言ってちょっと不正確だったらあれなんですけど、なんかね調べたんですよ、うん、あの なんか違うっていうのを書いてあって、神道と他の宗教が、はいはい、で、他の宗教っていうのはその教えに、教えがあってというかね、はいはい、があってで儀式があって、うん、ってなってて全部それ残ってるんですよ。これ何のためにやってるのか、うん、みたいなね、はいはいはい、この儀式は何のためにやってるかって残ってるんですけど、これやっぱり、まあ、言ったらそれでも歴史がそんなに長くないからで、うん、神道っていうのは、うん、まあ、一番長いって言われてるのかな。でもはやこの儀式をやってること自体の意味が失われてしまってるんですよ。だからそのなんか結界を作るとかあるじゃないですか、はいはい、家建てるときとかにお祓いしたりとかやるのも、うん、あれってもう儀式が残ってるだけで何のためにやってたとかっていうのはもう完全に失われてるらしいんですよ。地鎮祭とかっていうぐらいだから一応その地を治めるっていうっていうことですよね、うん、まあ、うん、でも、はい、うん、厳密に言うとその地を治めるってなんで地を治めるとか、そこに何かもうすでに何かが存在しているっていうことが前提にされてる。じゃあなんでそこに何かがいるって前提にされてるのって言及していくと途中で分かんなくなるんですか、ね、途中でまあ分かんなくなるってことですかね、うん、そういう意味で言うと、うん、なんかですね、ちょっと2つ思い出した話なんですけど、僕らお箸を横に置くじゃないですか、うんうん、で中国とかではそうしなくて縦に横に置くらしいんですけど、なんで横に置くかって知ってます？これ僕大森さんに聞いたんですかね。あ、話してますよね、うん、あれ結界っていう話です、うんうん、あの向こう側はもう食物は死んだもの、うん、でそれを命をいただくという意味でここからは生と死の世界で結界を張ってるっていう話とか、うんうん、でもそれも多分厳密に言うとよく分かんない理由かもしれないですね、うんうんうん、そうそう、本来なら何かあるために結界を張るっていう理屈になるらしいんですけど、うん、それがないっていう、場を作るみたいな、うん、だけになってしまってるみたいなことを言ってたな。なんかごめんなさい、これ全然繋がんなかったな、うん、もう一個思い出したのが、なんていう神社だったかも全然忘れちゃったんですけど、しかもどこにあるかって忘れちゃったんですけど、湖の中にある神社で、でそこの近くにすごくでっかい杭がこの水中まで刺さってるらしいんですよ。で、これは地を治めるために刺してあると言われていたけど、なんでそこにが地を治める場所なのかっていうのは全然分かんなかったらしいですね。で最近その科学的な調査とかをその、
その地理的なものを調査してるときに、そこが、その大陸がプレートみたいなのが動くところの歪みになってる場所 で、 ほうで地震が起こる震源地とかに近いらしいんですね、うん、だから昔からそういう地震とか天災があるものを何かに象徴としてそれを収めるために杭を刺せば収まるんじゃないかって考えたんじゃないかという話があって、あ日本の立地とか四季とかが、まあ、根源にはあるんでしょうね。それが分かんない、科学的な証明とかできないから神格化してっていうのがモンスター、まあ、怪獣になったり幽霊になったりしていたのかな。確かにね、うん、それもすごいですよね。その震源地って分かんないじゃないですか。そうそうそう、分かんないよ。けどそれはなんか感覚とか、ね、そういうもので伝わってたんでしょうね、うんうん、なんかこういう日本人のそういうこう分かんないはずなのに分かってたっていうのが多分怖いんですよ。海外の人が見たら日本人ってミステリアスっていう神秘的な魅力があったり、ミステリアスで何考えてか分かんないとかっていうなんかそれはあるらしいんですけど、多分そういう感覚でしょうね。僕らも古代の人ってなんでそれ分かったんだろうってちょっとゾッとするじゃないですか、うんうん、確かに、うん、そこがベースにあって幽霊話とかが積み重なってくるのかな。これってあれなんですかね、そういう今日本人とか海外みたいな分けて一応話するじゃないですか。これ何に立脚してそういうのが生まれるんでしょうね。その風土なんですかね。風土やっぱ災害とかこう説明できないことを説明しようとした結果じゃないですか、うん、なんか何かが起こって、うん、あでもそんなものは海外にいっぱいあるじゃないですか。日本はやっぱあれじゃないですか、まずその水がの国、うん、山があって水があって、うん、だから洪水とか水害があったりとか、うんまあ、日照りがあったりとか、うん、もしかしたらその変化が激しかったんですかね。なるほどね。どうなんだろうな。あと、うん、島国で閉ざされてるから流布しやすいというか、噂が伝わりやすいとか。そうか。あとはでもあれかもしれないですね、あまりこう一つの文化他文化に侵略されてないんで、うん、残ってくる言葉の、そうそうそう、うん、あのなんていうんですかね、ちゃんと説明しなくても伝わるっていうのが続けられた結果そうなったみたいなのもあるかもしれないですね。なかなかないですもんね、こんだけ一つの言語がずっと使われ続けてるって。そうですね。かぐや姫っていう物語が多分最古のファンタジーですか、うんうん、あれも未だにずっと語り継がれていくとかっていうのは珍しい例かもしれないですかね。そうですね、うん、意味を伝えるもの以上みたいな言葉が、うん、そういうふうな、うん、ふうに捉えてたりもしますしね、うんうん、そうですね。結構意味のないところにでも伝わっていく何かみたいな、うん、ありますよね。教訓とかみたいなのつけてるけど、実際その話自体にあんまり意味みたいなものはなくて、うん、でもなんかすごい覚えちゃうっていう話とか、うんうんうん、それは確かにあるかもしれない。葛飾北斎の絵とか、うん、あのゴッホとか、ね、ああいう人たちがすごいインスパイアされたみたいな話ってあるじゃないですか、うんうんうん、でそれ武田鉄矢が言ってたんですけど、そのなんで向こうは写実的な意味のある宗教だとかそういうのを書いてたけど、うん、なんで急に日本の絵に影響を受けたかっていうのは、意味のない絵を描いてたからじゃないかっていう話なんですよ。ただの日常の絵とか、うん、ただの人の姿とか、うん、でも、海外の絵だと例えばリンゴを持ってたらこれはあのアダムとイブがみたいな意味になったりとか、うん、なんか宗教的な一つ一つのパーツには意味があるっていうふうになってるらしいですね、うんうん、でも日本のその時代の絵っていうのは何の意味がないのない、うん、で意味のないところに惹かれたんじゃないかっていう話があって、うん、で結構僕らはね今現代でもなんかロジカルにとか、うん、なんかこう意味付けみたいな動機付けとか重要してるけど、うん、本当は意味のないこととか惹かれてるんじゃないかな、うん、言うとこれ娯楽ですよね。その日本のこの葛飾北斎とかそういうのって、うん、なんか昔って結構絵を結構簡単に買う文化というかあったんですよね、うんうん、確かって考えるとかなり絵が近かったんでしょうね。こう宗教的なところではなくて、うん、漫画と近いんじゃないですか。あ確かにね、なんか庶民が買うものだったらしいもんね、うん、浮世絵っていうのも、うんまあ、風刺とかねそういうメッセージは込められたりとかするけど、うんまあ、そうでもない全然本当になんかただの日常みたいなのって結構残ってたりとかしてて、意味のない、ね、それを好んで買うっていうのもね、うん、なんでなんだろう。
ょっとモンスターの話が出たので、モンスター、ね、モンスターの話していいですか。いいですよ。あのドラキュラってさっき言ってたじゃないですか。ドラキュラでどうやって生まれたか知ってます？ドラキュラがなぜ生まれたか、ドラキュラ、ドラキュラ伯爵って言われてるじゃないですか。ヨーロッパのなんかいますよね、実在の伯爵の。血をた体に入れることで若返るみたいな、そういう感じですか。なんかそのドラキュラ伯爵はそのドラキュラっていう話ができちゃったからそういう人に見られてるけど、実は名君だったんじゃないかという話もあって、あの、まあ、言われてるのは自分の城の前にあの串刺しにした敵の死体を並べてたみたいな、でそれは嘘で非常にいいやつだったんじゃないかみたいな話もあって、でその ドラキュラ伯爵が 後になってるんですよ。でそのドラキュラっていう話は貴族たちがあのなんかみんなでなんか面白い話しようみたいな話をした時に生まれた小説になってて、確かドラキュラはですね聖書の次に売れてる本だったと思うんですよね。そんなの聞いたことがあるんですけど、それと同じように出てきたのが、フランケンシュタインとか狼男とかなんですよ。でみんな貴族なんですよ。え、そうなの？ドラキュラは貴族、もう貴族なんですね。フランケンシュタインは貴族なの？フランケンシュタインはフランケンシュタイン博士の名前で、作り上げたモンスターのには名前がついてないんですよ。でフランケンシュタイン博士は貴族なんですね。あ、そういうことか。で狼男も貴族の青年が狼になってしまうという話で、みんな貴族出身なんですよ。でこれあの高橋良樹っていう映画評論家の人が面白い指摘していて、みんな貴族の出だから特別な存在だと、一般人に親しみのあるモンスターっていうのはゾンビなんだよっていう話だと、ゾンビは平等に誰でもなれるっていう、すごくこう、多様性に満ちたやつがゾンビ、ゾンビはもっと愛すべきっていう話で、その時代にそういうの出てきてるじゃないですか、でも最近 そのモンスターが、モンスターを作るのが多分上手い白人系の人たち、そういうスター、モンスターのスターです、モンスターのスターを作ってる人たちはなんかうまいこと言えそうで言えないの、最近で言うと何かなって思ったら、例えばジェイソンとか、ジェイソン、ね、とかフレディとか、フレディ、ね、でチャッキーも今度またリバイバルされるんですけど、結構そうやって近代的にも生まれてるじゃないですか、モンスター、で日本で言うと貞子とか、あ、他あります？かやこ、ね、かやこだかやこだ、かや、なんかいたよね、とかジオンの方よ、ジオンの方とか、やっぱこうモンスター求めるんでしょうね、人が。なるほどね、なんか求められてるんじゃないですか全然同意できないけど次のモンスターなんだろう、次のモンスター、まあ、超えたいなっていう願望もあるじゃないですか、その作り手が、モンスター超えたい、モンスターか。で日本はちょっと作るのがあんまうまくないかもしれないですね、モンスターを、モンスターを、モンスター、確かにモンスターのイメージはないっすね、モンスターってむずいな、モンスターか、モンスターって言われても全然ピンとこないわ、なんか、なんでだろう、なんか貞子もモンスターとはちょっと違う気もするし、やっぱお化けとか、お化けに近い、化け物、あ、またこれは全然違う話で申し訳ないですけど、化け物っていうのが、昔、聖徳太子の以前とかに、蘇我のイルカとかいるじゃないですか、蘇我家っていうのと物の部氏、蘇我氏と物の部氏っていて、でこれ物の部氏は、滅ぼされるんですけど、蘇我によってかな、でその物の部氏の恨みとして、物の毛というのに変わり、それが獣に変わって化け物っていう話があるんですよ。面白い。だから それももともとはルーツが人 でその恨みの根源みたいなのがあるんじゃないかという話で、あの時その、まあ、政権を取れなかったのか、こうただ無実の罪で戦争に滅ぼされたのか分からないですけど、その恨みというのがずっと現代でも僕らを脅かすっていう説があって、面白いですよね、面白い。それがルーツになっちゃってると、あれかも、新しいものを生み出すってことが難しいかもしれませんね。あ、なんかあれですよね、あのこれ日本のホラーって言ったらいいのか分かんないですけど、恨みみたいなのが結構根源にある怖さみたいなのは
共通して感じるような気がするんですよね。感情が生んでる何かですよね。そうそうそう、でもモンスターってそうじゃないですもんね。もっとなんか実体としているっていう。そうそうそう、うん、あれ不思議ですね。なんか、うん、フレディもね、うん、あれ恨みとかじゃなくてただ殺しますもんね。そうですね。愉快ファン。あ、でもあれ復讐ですよね。え、そうなの？あれはまあ元々そのロリコンのなんか用務員のおっさんみたいな人が子供をさらってついいたずらをしてるとかっていうのを親が知って、あのどっかに閉じ込めて火つけて殺しちゃうんですよ。でそれでただれた顔してるんですけど、でそれをあの恨んフレディ側が恨んで、この人たちがとその子の子供たちが大きくなった時に復讐にやってくるという話。あ、そんなの初めて聞いた。え、エルム街の悪夢ですね。そうですね、エルム街の話なんですよ。エルム街っていう街のストリートの話。なんで見たことあるんですか？あります、あります、あります。へえ、俺なんか夢の中に出てくるなんかモンスターみたいなイメージでしたよ。だからあれなんか寝た時に襲われるみたいな話。そう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 、そうです。夢の中に出てきて、うん、あのその当時子供だった子たちがもう記憶をなくしてるんですよ。そのいたずらされたとかっていうの、うん、それが大きくなった時にあの帰ってきて襲われる。なんでだ、そのなんでかを含めて怖いっていう話。へえ、実は親たちが話してないけどそういう町ぐるみで一人の男を焼き殺してんだっていうことを知るっていう、そういう話ですね。でその人が生きてて復讐に来てる。あと復讐じゃん。そう、復讐の話なんですよ。でも逆恨みですよね。お前が悪いだろみたいな。まあね。で13日の金曜日ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれ1見たことあります？ない。あのね、ジェイソン出てこないんですよ。あ、そうなんですか。そう、出てこない。あの、まあ、ネタバレしますけど、ジェイソンは最後の一瞬にちょっと悪夢みたいな感じで出てくるんですけど、その殺人をしてるのはジェイソンのお母さんなんですね。で、あのマスクもかぶってないです。もうお母さんが普通に殺人するっていう話なんですよ。ジェイソンがジェイソンとして確立されるのはもうちょっと先の話で、ワンでは全然そんなんじゃないんですよ。へー。あれなんでか分かんないですけど、だから人がモンスターを求めていった結果無敵のジェイソンっていうのを作り上げたんじゃないですか。それに応えていったら、その第1話では、そのジェイソン自身は出てるんですか？お母さんがいるってことはもう子供なのか青年なのか分かんないですけど、確か子供の頃に溺れて、でそれを助けてくれなかった誰も、でお母さんがそれにショックを受けて、でジェイソンはなんかあのちょっと奇形とかな感じで生まれて、みんなにいじめられてたんですよね。で溺れた時もみんな助けてくれなかった。でそのお母さんがそれが恨んでて、そこの人たちを殺して、でそれが、まあ、13日の金曜日で宗教的にもあの良くないん でこのなんとかレイクっていうところではそういうことが起こったんだよっていうところから始まるんですよ。でみんなジェイソンの亡霊が俺たちを殺しに来るかも、母みたいな、その怖い話とか始まるんですけど、でそしたら本当に一人ずつ死んでいって、でそれはお母さんが殺してたみたいな話なんですよ。でお母さんがなんでここに来た人を殺すのかはちょっと覚えてないです。はあ、そうなんだ。そういう話なんですよ。へえ。チャッキーなんかもっとファンタジーですよ。あの普通の殺人鬼が、こう警察に追われておもちゃ屋さんに逃げるんですよ、うん、でそしたらそこがなんか雷かなんか落ちて死ぬんですけど、その時魂がおもちゃに移って殺人がまだ続けられるぜイエーイっていう話。なんだろう、なんか変ですね。なんか変ですなんか、うん、何かが違う。理屈は超越してますよね。へえ。なんか浅いんじゃないですか。だから恨みっていう復讐とかよりも恨みの方がなんか重いじゃないですか。なんか消え去らないものみたいな感じがするというか、うんうんうん、もっとベタっとこう精神にまとわりつくのが恨み。恨みなんですかね、うん、なんかね、薄ら寒くなるというか、うんうん、なんかね、その復讐はするけど、はい、あれですよね、わーみたいな感じですね。そうですね、わーって感じだし、もともと結局お前が悪いんじゃんっていう感じだから、こっちも落としどころがあるけど、恨みに関しては落としどころがなかなか見つからない。基本的にそのフレディもそうです、まあ、ジェイソンは悪くないのか、ジェイソンは盛んでもお母さんが殺しててってことか。最近アメリカ映画でちょっと変わったイットフォローズだったかなっていう映画があって、これ本当不思議な映画なんですけど、向こうから何かが歩いてくるんですよ、うん、でそれが自分のところに追いついたら死ぬんですよ、うん、で人に移せるんですよ、うん、そのこの何かがずっと追いかけてくるんですけど、うん、それを自分じゃなくて、あ、誰かに移すことができる。桃鉄ですね。桃鉄桃鉄だ。それ持っちゃうみたいな。
で、これが何なのか全く説明されなくて、ただ本当あの追っかけてくる怖いっつって映画終わるんですけど、これちょっと理解できないなと思って調べたら、あの人はいつか死ぬっていう話なんですよ。で死がずっと追いかけてきてるから、そこから逃げることはできないよねっていう話で、それを不気味に描いてるんですけど、でもあ誰かになすりつけられるんですね。あ、そうです。結局、そうなんですよ。